日本は世界でも有数の地震発生国であり、その耐震技術はトップクラスです。しかし建築基準法では、建物の倒壊を防止し、人々の命を守ることを要求していて、生活を続けられることは定められていません。超高層建築物はその収容力から小さな都市と見ることができます。大地震で超高層建築物の倒壊が免れても、室内空間が維持できなければ社会機能が麻痺してしまいます。現在、建築、電気電子、リベラルアーツの異分野融合によって、地震時においても大都市建築物での社会活動維持を実現する研究プロジェクトが推進されています。最近の地震では、室内を構成する天井や間仕切りといった非構造部材が損傷し、避難を余儀なくされたり、取り壊されたりといった事例が報告されています。非構造部材の損傷抑制を含め、地震後も継続して住み続けられる建物をいかに実現していくかが今後の大きな課題となっています。現在、実際に構造骨組みに天井や間仕切り壁を入れて実験を行って、その損傷状況を明らかにしている段階です。地震時の建物の使用可否の判断には、居住者の心理状態も大きく影響するため、建築構造分野の研究だけでは限界があります。そのため、人々の心理状態を考慮した対策を考えようとしています。地震により恐怖や不安を抱くことがあります。それ自体は正常な心理的な反応ですが、長時間にわたって継続することで適切な避難行動につながらなくなる可能性があります。超高層建築物では長時間にわたって揺れ続けます。現状、揺れの質と恐怖や不安などの心理的な反応、さらには心拍数の変動や発汗などの生理的な反応との関連性については分かっていないことが多いです。これらを明らかにすることは心理学や建築学において重要です。実験では、実物大の振動台を用いて、揺れそのものが及ぼす心理生理的反応への影響を明らかにするとともに、揺れに関する情報提供の有無がその後の心理生理的な反応に及ぼす影響を検討していきたいと思います。超高層建築物において揺れがあとどのぐらい続くのかを提示することが、不安の軽減にどれほど効果があるのかを明らかにしたいと思っています。我々の目標は、まず人々がどのように揺れを感じるかを考慮した耐震設計を実現することです。また、実際に地震が起こった際には、建物がどのように揺れているかを瞬時に把握し、人々の不安感を払拭できるような情報伝達の方法を確立することです。首都圏に建つ超高層建築物は、一棟で小都市にも匹敵する収容力を有します。本研究プロジェクトの社会実装により、巨大地震時に社会活動を継続させることはもちろんのこと、その収容力を活用した逃げ込める超高層建築物へと変容していくと期待できます。